モデルプレスイコール2020年5月16日、4月30日をもって芸能界を引退した元ド、キュートメンバーの岡井千尋が15日、岡井屋としてツイッターを開設し、ファンクラブが初出したことを明かした。岡井千尋、岡井屋として再始動。岡井は新たに、岡井屋 TV オフィシャルの名前で、テイラーはツイッターアカウントを開設。そして今日岡井屋ファンクラブが発足しましたとし、日本が今大変な状況なので、自分たちで少しでもみんなを元気にできればと思い、いろいろな形で皆さんを笑顔にしていければと思いましたと思いを綴った。続いて、少し早い際出発で賛否あるかと思いますが、このタイミングを選ばせていただきましたと説明し、16日には活動第1弾として100人限定のズーム飲み会を開催することを予告げ、さらにズーム飲み会が終わった後にファンクラブにて今後の活動の重大発表をすると明かしている。ファンクラブサイトでは、岡井屋ファンクラブは、岡井家とファンの皆様をつなぐファンクラブです。YouTube をはじめ様々なことに挑戦する岡井家と、皆様をつなぐ架け橋となれる場になればと思っております。と説明している。岡井千尋、芸能界引退を発表。岡井は、自身のブログで、昨年4月から芸能活動をお休みしていましたが、2020年4月30日をもって所属事務所である JP ルーム株式会社との契約を終了し、芸能界から引退しましたと報告。今後については、今までの経験を活かしながら、家族のやっている仕事を手伝っていこうと思っていますとしていた。